今まで憲法はどのこうの言ってたんですよ。わしから、はい、そうですよ。今準備できてない。あ、いや、まあ、いけます。何もね、資料が手元にないんですけど、はいはいはい、じゃあさっきちょっと名前が出てたヒズという映画、ヒズ、はい、行きましょうか。はいはいはい、ヒズという映画がね、あるんですけども、はい、まあ、このちょっと前のね、コメントいただいてたように、はい、同性婚で子育てして幸せな家庭もあるというね、うん、まさしくここの辺りにポイントを置いた映画なんですけども、映画の冒頭ね、うん、男性の同性カップルの幸せなシーンから始まり、うん、そう、突如幸せだ、ね、はい、突如別れを、うん、主人公が告げられるんですよ。俺たち別れようと、うんうん、で、そのものすごく落ち込んで、主人公はその後1年、なんか就職もして、なんかもう、でも心痛みすぎて田舎で一人暮らしを始めるみたいな感じのところに、その冒頭でドッキバキに主人公を振った元彼が女の子と手をつないで帰ってくるんですよね。うん、子供ですよ、子供。そう、要はその人の元彼の娘なんですよ。うんうん、で、そこから奇妙な同居生活が始まるみたいなね、要はそんな感じなんですが、はいはいはい、そこのだから田舎町で、もう集落ね、小さい集落で同性男2人で1人の女の子を育てることに対する、まずそのなんですよね、プレッシャーというか、結局その女の子1人だけを育てることになってしまった。要はね、なんか奥さんもしくはその子の母親がおるわけじゃないですか、どうか、はい、その人との関係とかもね、はい、なんかいろいろと交差して、うん、しかもね、僕がね、その映画で、あ、ちょっとなんかこれうまいこと全然喋れてないですけど、この映画ですごいなと思ったのが、うん、主人公のその最初に振られた、主人公の男、はい、で、元彼の男、うん、そして娘の、ね、小さい女の子、うんうん、で、このお母さんのそれぞれの視点をがっつり描くのがすごいな、すごいいいなと思ったんですよ、うんうん、誰かの視点で、誰か一人だけの視点で見てれば、そいつを応援できて、うん、あ、こいつの都合いいように世界回んねえ、なんでだって思うのが、まあ大体どんな作品もそうだと思うんですけど、ありがちなね、はい、超登場人物全員の視点で描くんで、全員の幸せを願ってしまうっていう言い方もあれなんですけど、全員幸せになってほしいと思わせるんですよね、全員に感情移入ができると。そう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 、はいはい、だからもうどう見ていいかが分からなくも途中なるんですけど、結局ベストを尽くしたと僕は思いますね。あの世界で主人公たちはベストを尽くしたと、まあどういうベストを尽くしたかっていうのは見てもらいたいんですが、はいはい、キズという映画ね、面白いんで見てください。はい、アマプラですっけ、ネットフリですっけ、どっちかで見れますよね、確か。あ、ネットフリかな、多分そう、あ、多分、はい、じゃあ後で調べましょう、はい、見れるんで、気になった方はサブスクで、はい、キズって HIS ですか。そうです、ほう、そう、HIS だから検索すると旅行の方が、ね、いっぱい出てくるんですよ。じゃあ、HIS 映画で見たら、ね、検索してみてください。で、この娘を、ね、連れてきた男役のね、そうですね、そうそう、振った方が、まあね、藤原季節という、ね、はいはいはい、俳優さんがね、僕はここ 2,3 年ずっと好きなんでね、可愛いんで見てください、うん、はい、かわいいでますけど、ね、でもあの映画ではかっこいい魅力もあるんでね、また引き出し増やしてきたなって思ってますね。親戚おじさんみたいな、親戚のおじさん自分で見てるんですね。そうですよ、あ、なるほど、はい、気になった方はぜひ見てください、ご覧ください。こんなぐらいでね、じゃあ次、千秋さん。え、私ですか、はい、はい、ちょっとごめんなさいね、2つあるようですね、本当はね、こっち82年生まれキム・ジヨンっていうね、今映画にもなってる超話題の小説を持っていこうと思ったんですけど、はいはい、実は今さっきこれを見てき
て、はい、ポレポレ東中野で、なぜ君は総理大臣になれないのかっていうね、監督の舞台挨拶もあってサインもいただいちゃったんですけど、サイン入ってる、すごい。いや、ちょっとね、ほやほやの方からいきますか、ね、ほやほやの方からいきますか、熱いうちに、そうなんですよ、これ冷めないうちに、パンフレットのね、後ろにね、はい、読めますかね、いや、無理でしょ誠実さを笑うか泣くか、今の日本が浮かび上がる、かっこいいでしょ、このキャッチフレーズ、いいですね、あのね、誠実に頑張ってる、国会議員の話なんですけど、はいはいはい、あのね、もうこれはね、もう私の話ですよ、これは、うん、そう、あ、そうだったんですか、そうですよこれ主人公がいたんだすげえ。そう、あのね、誠実にね、もう正義のために今頑張ってるわけですよ、私もフェミニスト芸人としてね、はいはいはい、そういう意味でね、あの非常に心が打たれましたという話でございまして、もう一個ですね、全然わからない、何の話か全然わからない、こっちしか準備してきてなくて、じゃあまあ見たいよっていう人はこれはどこで見れるんですかね、これポレポレ東中野とか多数今、はい、そう、6月に公開した映画なんですけど、もう超ロングラン、ロングランですね、そうね、6月から、そう、じゃあまたやってるんですかね、そうです、めちゃめちゃやってるし、全国でどんどん拡大してます、あ、もう上映する映画とかも、そうです、そうです、どん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 拡大してます、皆さんぜひご覧ください、これはいいですよね、ちょっと情報量少ないですね、ほやちゃんか、ほやほやすぎ、こっちがね、メインらしいね、そうなんです、82年目のキムジヨン、これはね、もう私の話ですよ、これ、また千秋さんの話なんですか、そうなんですよ、多いな、自分の話じゃないか、そんなことある、いや、だってか書いてあるんですもん、帯にね、うん、私もあなたも登場人物の一人、そういうことなんですよ、これね、そういうこと、どういうこと、なかなか分かるわ、分かる、分かるの、ここまでのすごいのしかない分からないよね、これ自殺サークルのラストみたいなもんでしょ、ちょっと待って、私は私に関係する私だよっていう、そういうやつ、そうなんですか、今全くついていけないですけど、あのね、このキム・ジヨンさんっていうね、あの、なんだろう、まあ、キム・ジヨンっていう名前が、韓国ではもう、なんだろう、佐藤智子みたいな、なんかそんな普通、はい、普通の名前で、そう、本当にね、普通の人の人生を描いてる、普通の女性の人生を描いてて、うん、目次もね、こう、1982年から94年、95年から2000年とか、なんかそういう感じで、本当に人生をちっちゃい頃から振り返っていくような小説なんですけど、これがね、もうね、女性のあるある、もう本、小説界の RG さんと言っても過言ではない。全然言ってくれないじゃん。じゃあ、あるある後半でも出てくるの全然言わねえよ。いいよ、これ。ラスト1、本できついやろ。絶対読み飛ばしちゃうよ。やべえ。あ、違う、じゃあ違う。じゃあ小説界の深川亮さんでこれでいきましょう。おお、いいですね。あるある、あるある。元祖ね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。これはでも本当にね、全ページ、全ページ共感できます、女性。もう間違いない。女性として生きてきたら。すごいな。これはね、本当にすごいですよ。だって韓国で130万部出たってね、もう分かります。これはね、売れます。なんだ、例えば性犯罪者をね、なんか退治しようとしたら逆に女性側が被害者が怒られるとか、なんだろうな、結婚の話とかね、出産の話とかも、なんだろう、男の人が無意識に家事手伝うよとか、子供ができても手伝うよとか、いや、おめえの子供だろバカっていうね、そういう、そうですね、そういうのがね、もう全ページに書いてある、もうこれはね、私そう、付箋いつも、ね、本読むと分かるんですけど、でも全ページ付箋ですよ、これは。やばマジで。だからもうむしろいらないってことですね。開きゃもう、わぁ、開きゃってなって、そうそうそう、もちろん女性以外の方が面白いってことですよね。いや、そうなんですよ。ただね、これ男性読んだら面白いと思うんですけど、ただ、なんだろうな、女性の人生のあるあるかつ大問題が凝縮されてるんですけど、それに気づけるか、気づけるか、気づけるかと、はい、そう、お前にこんな面白さ分かるかと、そう、このね、そう、何を問題として、何をこの、なんだろう、あるあるとされてるのかが
気づけるかっていうのがね、はい、1個ちょっと男性ね読んでもらったら、はい、そう自分と対峙していただきたいですね。ちょっと楽しみが違うわけですね。いいですね。それはめちゃくちゃいいと思いますよ、うん、そう、あなたの男性としての人生とね、この本に凝縮された女性の人生、はい、全然違いますから、そこに気づいていただきたいですね。なるほど、分かる人には分かる、分かる人には分かる。なるほど。そうだからね、女性はね、パートナーのね男性にね読ませてね感想を聞いてみるといいかもしれないですね。なるほど。これそう踏み絵になるかなと思いますよ。踏み絵です、これは。私であり踏み絵です、これは。キリスト教を探すん。いや、暑い熱が伝わる。これはね、暑いですよ。物があるといいっすね。ですね。そうなんですよ、物があるといいんですよね。ちくしょう、その映画のパンフレット持ってる段階だったら、ああよかったっつって、自分のね、さっきのね、ヒズの紹介させてもらった段階での、あ、よかった、まだ自分の方が喋れてるわと思いましたけど、全然ダメだったわ。負けた、完全に負けたわ。いや、勝ち負けとかじゃないですよ。勝ち負けとか。メトリが確かにね、チャイクなのありますね。あとね、翻訳なんですけど、これ信じられないくらい読みやすいです。翻訳感ゼロ、マジで。翻訳感ある作品とかあるんですか？まあ、たまにありますね。あの楽しくて明るかったみたいな。いや、そういうことだね。あの難しい本だと結構あるんですよ。ちょっとカタカナが多くて。そういうことだね。直訳してるみたいなことですよ。そう。女性翻訳。どうしても人間味が薄かったりはするんですよね。そう、海外の作品を日本に直すとどうしても存在しない表現とかが、そう、なんですかこれみたいな、チリンパイ出されましたもんみたいな流れとかあって、確かに、そうなんですよ。これはね、非常に読みやすい。多分1日2日で読めると思うんで、そう、読みやすいんでね、映画もやってますし、ぜひ超おすすめです。よろしくお願いします。良いですね。女性も男性もね、ぜひ踏み絵にしてください。本題というかね、はい、12月5日が、うん、お笑いライブやるわけじゃないですか。ね、そのライブでやってほしいことを募集するっていう。そうなんですよ。あ、そうですね。じゃあ、うちは漫画は何も紹介しなくていいと。バイ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 。モノクロ先生のやつがあるけど。まあまあ確かに。あるんですか、モノクロさんも。あるわ。確かにちょっと。あるわ。あるわ。おじさん二人がなんか悪いが悪いが。そうでも仲良いでしょ。あるぞ。モノクロあるもん。あれ、このね、配信始まる前にあれやりたいこれやりたいっていうのをモノクロさん言ってなかったからないと思ってた。うん、もう。で、そうあるんですね。いろんなね、もういろんなまとめ作業をしてくださってる、その人は。動画撮る時に編集でお願いします。今のは完全に泣いちゃうぞ。一人飛ばしましたから。危ね。まあそういうちょっとね、そういう作品がありまして、漫画。そうですね。で、電子書籍で申し訳ございません。うち電子書籍派なんで、でこれがですね、これ。性別モナリザの君へっていう漫画なんですけれども、こちら。これなんですけど、まあ、この世の中というのがですね、ですね、こういうふうに、はい、この世界において人は幼少期は性別のない体のまま過ごすと。でそして12歳の頃に、自分自身がどっちの性別になりたいかっていうのが決まっ心の中で決まってって、それに今年に触れた方、例えばちょっと男性になりたいってなってきたら男性になるし、女性になりたいと思ったら女性になる、まずそういう世界だよって理解してもらって、でそうなん、それが普通って言われる世界で、自分だけはまだ何も変わることのなく18度の目の、春を迎えたというところからスタートしていくんですね。だからこの主人公が男でも女でもないっていうんですよ。めちゃくちゃ共感できるわけですよ。これはまさにモノクロさんの漫画ですね。そう、僕はもう男性でも女性でもない真ん中の性別、中性っても X ジェンダーって言われる性別で生きてると、そういう人生になるわけですよ、はい、どこにも触れない、ずっとどちらのことにも触れることなく生きていくっていう、はい、こうやってどんどんやっていくわけですよ。で自分の幼馴染は女の子だり男の子なりになってるわけと。でこうやって自分もその自然とみんなになっていくのかなと思ってたけど、全然ならずにもうずっと過ごしているっていう。おー、すごい、いいですね。これ自分の人生すぎて、はい、だから男にも生ききれない、女にも生ききれないままこの25年間生きてきてしまってだというか生きてるわけで、で多分今後もこうなるだろうなと思ってて、たまにちょっと男の子に触れたり女の子に触れかけるんですけど、どうしてもまだこう生ききらない何かがこうずっとこういう天秤がフラフラしていて、見てると泣きそうになってきて、
うちなかなか進めてないんですよ。うーんみたいになってきて、本当に泣く。多分あの全国の中性は見た、中性っていうか X ジェンダーは見た方がいいですよ。なるほど。だし読んでほしい、普通に、うん、中性じゃない方も中性を理解するためにね。つまりこれは私の漫画だ。そうだ。それぐらいやってくれないと飛ばしますよ。でも普通に、あともう一個言いたいのは、普通に絵が綺麗なんで、だからあの本当に漫画がただ好きって人にはいいかなって、そういう理由よりは、まあ、すごいすごく綺麗なんですよ。そう、美しいんですよ。だからこれあの聞いていいんですか、この主人公は、はい、生まれた時の体はどっちなんですか。だからあのこの世界自体が12歳までみんな中性というか、男性でも女性でもない。そうですよね、はい、そう、そこからあんたてめえ聞いてねえじゃねえか、全然話を。やばいやばいやばい。ちょっとね、ちょっと。作品読む前に流しました。はい。そうです。皆さんよかったら、あのこの性別、モナリザの君へというね、漫画が、もちろんあの、はい、書籍もありますし、はい、電子書籍でもご購入いただけますので、よろしくお願いいたします。絶対言います。はい、お願いします、はい。見なかったら私はちゃんと泣きます。はい、もう泣かせられません。普通に本でも出てる。そうです、もちろん。まあ、嬉しい、はい、そうそう、皆さんぜひ全部とりあえず検索してくださいね。キズとキズとキズと、はい、82年生まれキムジヨンですよ。で、なぜ君はね、総理大臣、そう、なぜ君は、そうそうそう、これもすげえ話題ですからね、はい、性別問題の君へという、うん、全部バラバラですからね、内容、うん、あのまあ、映画も見て、文庫本も見て、漫画も見て、うん、できるので、ね、興味あったらでもいいし、はい、手に取りやすいやつでもいいんで、はい、っていう感じでございますね。さあ、ここまでで。もうないですか、作品。もう絞り出しました。はい。いいですか、じゃあ。いいですよ。今やってるドラマの、ちょっと、藤本さん、ご存知ですか。やってるドラマ。はい。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。あー、ご存知でいらっしゃいますか。おー、わかんない。ちょっとあの、ノーコメントで。え、ノーコメントじゃないんですか。タイトルなんですか。問いよ、問い。無知は罪だと聞いてるんですよ、知らないです。これがね、今まさにやってるんですけど、どんな話なんですか。あのですね、30歳まで童貞だった、うん、あの内気な男性がいるんですけれども、うん、その方が30歳になった瞬間に触った人の心が分かる、読めるようになるんですよ。本当に魔法使いになっちゃう。こういう感じで分かるみたいな。これもそうだし、あとこれ一緒の iPad を例えばこうやって持ってる、そう、これももう分かる。そうそうそう、めっちゃいい。そうなんですよ、いいそれ。じゃあもう、あの若林さんのベタなの、本屋で触れたらもうアウトみたいな。まあまあそうですね、そしたらもう気持ちが、その時何を思ってるか分かるんですけど、へー、それ、その魔法が使えるようになって、社内でも超モテモテの、超成績優秀、うん、超イケメン同期が自分のこと好きだっていうふうにしてしまったんですよ。ほー、男性ですけど。あ、はいはいはい。そう、うん、それでね、心が動いていく様をやっております、ドラマで今。面白そうですけど、すごいなんか辛い話になりそうですね。うん、そう、いや、でもこれ作者の方のツイッターを見ると、うん、なんかそのなんだろうな、同性愛が特別な世界じゃなくて、なんか当たり前な世界としてこう、うん、描きたいっていうので、うん、結構その何だろう、商業 BL みたいな、そういうのではないと思うんですよ。で、あのそののんけのね、主人公の男の人もだんだんそのゲイの人にその心が読めるから純粋なことも分かるんですよ。純粋に自分を好きでいてくれることが、ああ、利点にもなってくるんですね。そうで、それがね、やっぱり今まで誰かに思いを寄せられたことがなかったその主人公からしたら、もうどんどん惹かれていくわけですよ。そういう話で、今ね、今4話がやって、次が5話。5話、そう、全然間に合いますね。そうそう、真ん中まで行ってないぐらいですかね。で、TSUTAYA TV っていうね、あのやつでもう全部見逃し配信を全話やってるので、あの無料、なんだっけ、30日かお試しで無料登録できるので、うん、それでね、もう一気に5話まで見て、一気に伝えてり解約して、その後もそう普通に見ればいいと思います。今から見ると面白いでしょうしね。まあまあ、まあ、そのままで登録しておけば、あの家で見なくてもいいわけです。終わるまで待ってから1ヶ月無料トライアルやったら、まとめて1ヶ月中に見れるんですか。そうですね、でもそういう話聞いたことありますね。なんか
魔法使いになれるみたいな、よく言うじゃないですか、童貞はみたいな。それが本当にね、そうなった世界で、ね、あなんかその同性愛、同性愛者がそのね、その、うん、当たり前に入れる、うん、入れるというか当たり前にいるっていうことを知れるというか、そうです、うん、そうです、それはいいですね。不意にだから何とも思ってなかったところに、そうふっと分かる、知れちゃう、はいはいはい、だからね、あそういいですね。あとアセクシャルの女性も出てくるんですよ。えっ、うん、嬉しい。そうアセクシャルなかなか出ないんですよね。そうそう、心が読めることがきっかけでそれが分かっちゃったから、ああはいはい、そうそう、公言はしてないですね。じゃあそう公言はしてない、はいはいはい、ただ会話の中でははぐらかしたりするんですけど、彼氏だとか結婚だとかって、あそうですね、うちも昔よくキムタクが好きってごまかしてましたね。ああみんなが好きそうなところ、そう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 、だってわかんないから、いやいや、ね、好きとはならないですね。キムタクとかこれのやつとかね、そうよ、そうですね、だそれもなるべくガチで言わない、あキムタクっすねで済ませるようにしたら、はい、周りもそんなねボケてないんで、あはいはいってなるので、しかもキムタクの話なんかみんなし尽くしてるでしょうから、そうそうそうなるほど、いいチョイス、そこまで計算してるんや。そうでも今アセクシャルって言ってからめちゃくちゃ楽になりまして、もうだってもうとりあえずこの話にしてもらえる、あっち恋愛とかわーってやった後にそういえばって言われて、はい、あ興味ないです、全然ないんでって言えるっていう、あの環境が今素晴らしいです。なるほど、今日は、ね、興味ないとかの話じゃないですもんね、まずその感情がその感情がないから、はい、興味とかの話じゃないから、そうそうそう、いや話せなくて当然ですよ。そうそうそう、てか理解できないって言っちゃうとなんか冷たいかなと思ったんで、うん、興味ないっていう定義はしてるんですけども、うん、そうそう、どうしても説明がややこしくなってきたんで、うん、そうそう、4話でその女性が出てきてるから、多分今後もね、話に関わってくるんだと思うんですよ、その人も。うわー、みんなで見よう、ぜひ見てください。これは興味深いですね。あの男性もね、主人公の男性も可愛い系だし、うん、そう好きになってくれてる同期もイケメンだしね、そう、絵面的にもね、普通に楽しいと思う。美しいドラマとして見れると。そう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 、それは確かに、それは見たいかもしれないですね。うわ、見ましょう、見ましょう。可愛い男性ね、ぜひ好きなんで。あ、そうです。で全然、あ何気に同性愛要素ありましたからね。あ20年前のカードキャプターさくら、ありましたね。そうだ、うんうんうん、そっか、昔のそういう作品とかって結構探せばありそうですね。多分あまりにちびっこでね、あんまり理解できなかったですね。うふふうふふで見てましたから、みんなそうですよね、うん、そうです。坂本真綾のプラチナはいい曲ですよ。おお、何でしたっけ、主題歌キャッチミしか僕は最初は、あこっちを向いてみたい、まあまあ歌詞は違うけどそんな感じですよ。そだいたいそんな感じです。うちふわっとしか見てないんだ。あのね、はい、ちょっとま、ま、これあと8分で切れるんですよ。7分で切れるんですよ、はい。ちょっとあのせっかくなんでこの区切り作品紹介で締めたいんですけど、この前ね、エイリっていう映画を見たんですよ。テレビ岩岩手テレビ、うん、岩手のテレビ、岩手のそうテレビ局のなんか50周年記念作品みたいな感じで、はいはいはい、あのやってたんですけど、うん、まあ主人公の男がなんかすごい人付き合いが苦手な、うん、主人公で、はいはい、でもなんか就職先で、その岩手の就職先で出会った、はい、同い年の上司と、うん、いうか先輩か、とすごい仲良くなって、うん、その人とだけ、休みの日も釣りしに行ったりとか、うん、ドライブして酒飲んでみたいな、うん、飲酒運転はねしてないですけどね、うん、ドライブして酒飲んでみたいな、そういう感じの、うん、この人だけは仲良くなれてるわみたいなのがあったんですけど、うんうん、で、時代というか年代の設定が東北の震災の時なんですよ、ね、あはい、で、あの地震、津波が起こってその上司が行方不明になって疑うんですよ、はい、で、それを必死に探すんですよ、主人公、うん、会いたい、唯一の友達だから、うん、会いたい、会いたいといろんな人、家族とかにも触れに行くんですけど見つからないって、うん、なって、でこれが僕が、まあ、結末は言わないですけど、はい、すごいさりげない要素として、はい、主人公がその、先輩を好きなんですよ、同性愛者で、うん、でもめちゃくちゃさりげない要素なんですよ、うん、別にそんなことは好きだけど、うん、その性的に
な、ね、目でそういう感情でね、恋愛感情を持ってるけど、それよりも親友だから会いたいんだと、うん、っていうのが、描かれてて、はいはい、すごいなと。なんか変にそこを押してない、ピックアップしてないですね、はい、同性愛を押さず友情でやってる話で、うん、でより僕はなんか後々にその、ゲイだっていうね、うん、設定が出た時に気づいたんですけど、映画の冒頭で主人公が綾野剛さんなんですけど、ね、なんかラベンダーをでっけえ鉢植えで飼ってるんですよ、一人暮らしでね、うん、で朝起きるし、朝起きて霧吹きでラベンダーに水やるっていうのがその主人公のルーティーンなんですけど、うん、そこがめちゃくちゃいやらしく描かれてるんですよ。え、なんでなんと思ったんですよ。なんかそのパンツ一丁で T シャツで寝て、うん、なんか布団の中で布団がはだけて、うん、めっちゃお尻見えて、うん、股間ももっこりした状態で、でだらしなくベランダでシュッシュッシュッシュやってるみたいな、はいはい、なんでこんな表現してんだと思ったんですが、はい、その逆説というか、同性愛のことは特に描いてないけど、うん、そこで気づいたんですよね。こんなの見たの初めてだと、うんうん、男性が性的に描かれてる姿を見たの初めてだ。確かに珍しいですね。いい観点ですね、それは。びっくりして、本当そうだ。それで気づいたんですよね、うん、いろんなドラマとかで女優さんの朝起きる裸ける姿とかは今までめちゃくちゃ見てきたけど、うん、そうですよ、確かに。で、僕はそれ初めて見たし、まあ男性も好きなんで、うん、すごいなんか複雑なドキドキして、うわ恥ずかしい、これなのって、うん、こんなパンツ一丁の恥ずかしいってなったんですよね。だからなんか表現がすっごい面白いんで、鋭意という映画びっくりしますよ、本当に。いや、それはね、いいですよ。初めてもね、非常に興味深いですね。女性が性的にね扱われているのは当然のように皆さん無意識に思っていると思いますが、そう、本当にそうね、そう、本当にそうね、そういうことなんですよ、うん、なるほど。そうですね、なんか胸がチラッとしてみたいな、なんか裸けてとかしますけど、男の人のそういう裸けたなんだでそんな騒ぎになりませんかね、うん、そうですよ、やられてみろって話ですよ。私はそういう目で男性を見ているぞ。私の仲のいい人間たちは、ね、はい、みんな知ってますから、そうです、本命の作品が出てきましたから、怪しいですね。見てください、ぜひね。いや、見たいですね、それ、検索したら YouTube かなんかで見れるんですか。いや、スローアップなのね。いや、スローアップなのね。予告見ちゃうとね、ダメですわ。あれ、予告がネタバレ多すぎて、あ、僕はちょっと寂しい気持ちになったんで、じゃあもう予告見ずに見てほしい。何で見れるの、それ、はい、あ、僕はレンタルで見ましたね。じゃあ、レンタルたっぷり行こう。そう、僕はもうがっつり伝え派なんで、映画見ると、お、じゃあ伝え TV で見るんじゃないですか、これ。あ、いけそう、いけそう、おけ、さっきの伏線が回収されてます。伏線なの、これは。強いな、なんでも伝えは強いな。そうですよ、とりあえずみんな伝えに行け、伝え TV に登録しましょう、いい作品になるところで。そういう感じですね、はい、まあ、ここまででおすすめ作品紹介がいい感じで終わって、はい、あとですね、30秒でございます。はい、すごい、30秒だ。ここまで一旦一言ずつぐらい告知でもします。いやいや、多分この後もう一回なんで一旦ちょっと切りましょうか。いやー、一体でよかった、すごい、ね、気になった作品があったらぜひ見てください、見てください、はい、では一旦切ってすぐに戻りますのでよろしくお願いします。チャンネルはそのまま、えい、そういうです、はい、一旦終わるということで一旦切りまーす、はい。